毎度おきにかつぼうです。今回も大人のスプラトゥーンやっていきたいと思います。たしなんでいきましょう。テンタクル、ちょっとたまには言っとかんとあかんかなと思って言いましたけども、はい、前回エリア1を全てクリアしたということで、今回からエリア2に入っていきたいと思います。じゃあタコツボキャニオン、うん、行く前にちょっと軽くみんなの見といてね。 OK、 行っていきましょう。エリア2の探索から入るので、今回ちょっとボリュームが大きめになりますね。エリア2の探索から入ってステージ1のクリア、イリコリウムとあれ何だっけ、ミステリーファイルの入手までですね。ここから行けます。ピョーン、9番展望台っていうとこね。エースコンバットみたいな、いやソニック・ザ・ヘッジホッグか。ほー、すごいなこの世界観。なんだこりゃ、千と千尋みたいやな。なんかいろいろと他の作品俺出しすぎやな。まあ気にしないでいきましょう。はいはいはい、まあエリアはどんどん広くなるからね、ちょっと探索、おいおいはもしかしたら探索とステージ1分けるかもしれないですけども、まあ今回ちょっとセットでやっていこうかな。うん、ここは濡れないのね、壁。あ、ここは濡れるね。うん、はいはい、うん、いくらすらくれない。うん、なんかあるね。ここはステージ5個まであるのか。6個集めんとあかんのね。上にあと6個ナマズ集めろって出てるんで、あれが純粋にステージの数になってますね。へえ、とりあえず6個のステージを全部開けときましょうか。あとあと楽なんで。こんなところに、うん、オッケー。ここは登れないのかな。ジャンプして届くかな。おりゃー、無理やね。うん、あっけないわ。あー、網いいね。ちょ、こっち行きたいんですけど、こっちどうやって行くの。あっちからジャンプかな。こっちからジャンプ、いけたね。なにこれ。あー、なるほどなるほど。あー、うっそ、怖っ。ここも、カズボーあれですから、高所恐怖症ですから、ちなみに言うと。あ、ここにステージあるね。ここが4。さっきのが5で、こっちが4ですね。これ上にビューンって行くところがあるね。行ってみよう。はい。うん。特にアイテムはない。網の先に来ました。ここら辺は特に何もなしか。ああ、あっちに行けるのか。行ってみましょうか。はい。お、ちょうどボスの屋根の上に8。ああ、ステージ8ね。なるほど、1から続いてるからね。こっちも行ってみましょうか。ここは濡れる。よいしょ。あ、あれ途中で一回モードを終わらすと引っかかっちゃうよってですね。7ね。今んとこ4が一番若いのかな。おうおう、こんなところに。これ絶対そうでしょ、硬さ的に。イリコリウムね。ここにありましたね、イリコリウム。ミステリーファイルもあれかな、1とエリア1と同じようにこうやって風船を割っていく系かな。そうでもないのかな。はいはい、あれですよ、
カズボンなかなかダラダラと進めていってるので、あの概要欄にそれぞれカットしてある部分、数字書いてある、なんていうの、なんか YouTube 特有のあの機能使ってるんで、それ見てくださいね。あの見たいところまで飛ばせるので。ああ、まあこういうことがあるんでね、必要なところだけ見ていただけたらなと思います。ん、こっちに何かあるね。お、ミステリーファイルはゲット。違うんかい、チケットかい。チケットね、それでロブ君のお店で使えるチケットじゃね。だからスクエアの広場にお店が出てるから覗いてみたら、そこのスイーツ好きなんだよね。その情報はいらんな。まあホタルファンにはね、たまらん情報やと思いますけれども。お、あっちにもあるね。ミステリーファイルはまだゲットしてないから、ミステリーファイルがあると嬉しいな。よいしょ。届かへん。結構下の方まで塗らんとあかんな、これ。オッケー。忙しいな、これ。はい。ん？あ、ここのステージの入り口か。ステージ6ね。高台のところに若い数字のやつが多いんかな。はて、ミステリーファイルはどこかね。こっちにも、あーなんかありますね。ドーン。あー塗れるね、これで。これで塗って上に行くのかな。よいしょ。ここもステージの入り口。これが一番あれかな、遅いやつかな。ミステリーファイルが見つからないんですよ。ミステリーファイルが見つからないから、はい、わかりました。ちょっと調べました。ミステリーファイルはやっぱりあれですね、エリア1と一緒で風船から出てくるみたいです。この同じ色のインクと同じ色の風船を割っていくと出てくるみたいですね。結構難しいみたいなんで、こういう風にね、どっか行っちゃうんで、事前にこう塗っておくことをおすすめしますということですわ。これはい、失敗したらもう一回出てくる。やっていきましょう。そしたらこっちね。で、あっちに2個。まず探すのが大変やね。あ、こうやってミステリーファイルがゲットできると。なるほど。ようこそ、谷底の楽園宅地の件。あー、なるほどね。エリアごとにこうやってステッカーを集めていくページが一番最後のページなのね。そういうことですわ。さて、ミステリーファイルもイリコリウムも全部ゲットしたところで、ステージの方やっていきましょう。はい、やってきました。おっと登場、タコリバーサー、なんじゃそら。ヌメヌメ光るホロガリウム武器地リクエストあり、なんやそれ。まあよくわからないですけど、やっていきましょう。これがエリア2の一番初めのステージですね。ここをクリアして終わりと。なんか飛んでったね。おお、ローラーか。ヒーローローラー。ヒーローローラーって言いにくいな。はいはいはい。まあ、使い方はね、カズボはちゃんと覚えてるので、サーモンランとかでも達人ですから私。さあ行ってみよう。オッケー。まあ、ミステリーファイルとかも多分取りこぼすでしょうから。ん？あ、これのことを言うてはったのか。へえ。これは敵に合わせてここを打つと当たるよってことか。まあまあ、イリコリウムとかね、ミステリーファイル多分取りこぼしたときは後半でまとめるんで、そちらも概要欄に書いておくんでね。はい、よいしょ、いい感じ。あー、ほんでこれ塗られていくってやつね。
うんうん。おお。チェックポイント。ぬりぬりと。あ？お、こんなところになんかあるじゃん。いくらかい。あ、ここに乗っていくと。タコポット確認、突っ込んでくるよ。おおおお。おわ。こんなも縦振りでやっつけちゃいましょう。はい。うん、もう降ったよ。ブキチ君。ああ、こんなところにもあるね。うん、だからいくらかいて。どうしたもんかな。ああ、撃っちゃった。いって。これ敵に集中しすぎて見逃すタイプ、もしかしてミステリーファイルなどなど。チェックポイント、うん、アーマーゲット、大丈夫かな。ボムコプターね、はい、よいしょ。これは自分の向きに合わせて飛んでいく感じですね。なるほど。あ、しかも復活してくれるんや、これ。え、超便利。これ超便利じゃないですか、これ。ほらー、全然当たらへん。結構狙いがシビアね。まあ、ボムはもう置いといてやな。これ、普通にこうやってやっつけた方が早いからさ。あ、もう風船はもう諦めるわ。さあ、そんな矢印に惑わされないようにここら辺確認したら海が綺麗。やっていきましょう。なかなか見つからんな。タコリバーさん。おお、敵も使うと。なるほどね。まあ、前作は縦振りがなかったからね、遠距離でも攻撃ができるようになったローラー。これ届くのかな。届かないね。もうこういう時は塗っていきましょうか。塗り塗り塗り。あ、インクないわ。こいつ気持ち悪いな。よう作られてるわ、ほんま。はい。あんま意味ないな、これ。これは取れないのね。これはスペシャルかな。まあ、ハイパープレッサーか。プレッサー俺あんまり得意じゃないのよね。倒せて一匹。あれも上手くなりたいけどね。ちょっとこいつ落としてから先にやっつけましょうか。えいっ。まあね、特に怪しげな場所はなかったと。これ裏に回ってしまえば早いんじゃないのかな。先に裏に回ってみましょう。ああ、全然楽勝で倒せるな。これ別に倒さなくてもいいんでしょ。ほんでどっちみち俺ちょっと思った。これさ、この下、やっぱりここにありました。ミステリーファイルですね。いやー、行ってみるもんだな。ああ、もう高所恐怖症にはたまらんわ、これ。おお、すごいな、この世界観。敵がいない。4号気をつけて。もうフラグやん、それ。え、なんかこの下ありますけど、これ何ですか。これ特に意味はない。なるほど。
あ、まあね。うわ、いって、これを全然有効的に使えてない。あれはちょっと初心者には厳しいぞ、任天堂さん。いきなりあんなもん使えと。お、この下もなんかあるね。なんもないんかい。ほんで、まあ、落ちても大丈夫よと。で、わー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 、早かった？そんなことない？えい、一応ね、ステージチェックして、オッケー。電気ナマズが近いよ。イリコリウムゲットしてないけど、私ミステリーファイルは取ったけど、イリコリウムはまだですよ。アーマー、アーマーが出るということはそれなりにきつい。うわ、あー、ボムのやつがおんか。ボムおったらきついな。うわ、なんか転がってきた。うん、特になんかこれといったものはなさそうやね。ちょっと塗り進めていきましょうか。うん、ローラーは攻撃力高いからね、一撃でやっつけられますね。はいはい、特にないと。取りこぼしたらまだやらんとかんからね。うん、さっきのようなあれはないと。行きましょうか。もうゴールやん。イリコリウムはなかったね。ちょっとイリコリウムだけ取り直さんとダメですけども、とりあえずこれでステージはクリアと。はい、クリア。今回ローラーでしたね。うん、ちゃんとデータ取れてるでし。うん、なるほどね。うん、ケチンボか。お前やばいんやろ、タコが攻めてきて。これもか、結構な量いるな。そうなってくると、あ、ミステリーファイルやね。移動販売を始める方法について詳しく解説した本のようだ。比較的新しいもののようだが、揚げ物でもしていたのか、油で汚れている。なんだそれ。はい、ということでちょっと調べて、あ、おつ、そうだ、 X のマップでエリアを移動できるよ。ああ、なるほどね。これでビューンって飛んでいけるわけね。 OK です。まあ、ちょっとあれを取っていきたいと思います。イリコリウムね。はい、ちょっと調べました。これ結構序盤の方にありましたね、このイリコリウム、イリコリウムちゃうわ、この3つ並んでいるところ、これが目印らしいです。こいつを進めていくと。まずそしたらもう1個3つのやつが出てくるんで、こいつも変わらず使っていくと。はいはい、まあ、せっかくなんでいくらも取ってきますわ。よいしょ。おいで、ここですね。ここでジャンプあるんですけど、ここをジャンプせずに後ろ、ここにイリコリウムがあるというわけで、もう完全にあのこれを通り過ぎてからこの落ちる感じのところを私は警戒していたと。なかなか残念な結果でした。はい、というわけでイリコリウムの場所でした。はい、ちょっとね、僕知らなかったんですけど、これ今イリコリウム取って戻ってる最中なんですけど、これ敵が吐き出した、これ打ち返せんのね。これ知らなかったわ。これ使ってたらもうちょっといい感じに進めてたと思います。まあ、もしまだプレイされてない方がいるんであればね、これぜひぜひ活用してもらえたらなと思いますよ。これバーンと、ほら強い。まあ、ここではあんまり意味ないかもしれないけど、意味のある効果のあるところはいっぱいあったんでね。ほら、こういうところとかでも返せますしね。こうビューンってきて、バーンって全然あかん。はい、というわけでイリコリウムをゲットしました。というわけで今回ちょっとね、ボリューミーに、あの探索も入ったんでボリューミーになりましたけれども、とりあえず次からは、ステージ5かな、
になるんで、まあそれだけ進めていく感じになるんでね、今回はステージ4をクリアしたというわけでありがとうございました。